はじめの紳士は少し顔色を悪くして、じっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました。僕はもう戻ろうと思う。さあ僕もちょうど寒くはなったし、腹は空いてきたし戻ろうと思う。それじゃあこれで切り上げよう。何、戻りに昨日の宿屋で山鳥を10円も買って帰ればいい。ウサギも出ていたね。そうすれば結局同じこった。では帰ろうじゃないか。ところがどうも困ったことは、どっちへ行けば戻れるのか。